フォークリフトの構造と名称フォークリフトとは、油圧を利用して昇降及び傾斜が可能な二役用の爪を車体前面に備えた二役自動車。国際標準化機構では、英語、フォークリフトトラックと呼称している。日本産業規格の JISD6201-2017 は、フォークなどを上下させるマストを備えた自走式二役運搬車両全般の故障と規定している。 ハンドリフトなど他の産業用車両と区分するため、1、フォークなどの貨物を保持する装置が装備されている。2、マストを保有する。3、動力をもって走行、フォークなどの昇降を行う。の3つの構造を満たすものをフォークリフトと定義されている。1920年代にアメリカ合衆国のエールやクラークなどの複数の企業によって開発される。 日本では1939年に日本輸送機製作所が腕昇降傾斜型運搬車として開発したが普及はしなかった。第二次世界大戦後に新中軍が持ち込んだことにより注目を集め、それ以後は日本国内の様々なメーカーによって開発されるようになり現在に至る。なお、日本輸送機製作所が開発した腕昇降傾斜型蓄電池運搬車は 鉛蓄電池で動作する運搬車でガソリンが入手しにくかった当時の事情から蓄電池にて動作するよう作られていた。JISD6201 は次の種類で分類している。外観形状による分類動力による分類車輪タイプによる分類操縦方式による分類一般車団法人日本産業車両協会は次の区分で統計を発表している。 インダストリアルトラックアソシエーションはフォークリフトを次の種類に分類している。世界のフォークリフトの統計はすべて下記の分類で行われている。一般的なフォークリフト港湾でコンテナを運搬するフォークリフトバッテリー式フォークリフト24トントップリフターフォークリフトの派生型前輪がトリプルタイヤのトップリフター後部にカウンターウェイトを備える一般的な形状のフォークリフトエンジン または、バッテリーは、車体中央部か運転士座席の下に搭載したものが、一般的である。積載量は0.5トン40トンクラスまで、存在する。トランスミッションは、マニュアル式、または、トルコン式が選択可能。世界、第2位の生産台数を誇るリンドメガヘルツはハイドロ、スタティックトランスミッションを採用しているものもある。基本的に4輪であるが、 小型の機種では後輪を1個とした三輪タイプもある。横幅が広い荷物を扱う場合、荷物を高く持ち上げる場合など、左右安定度で許容荷重が制限される用途では前輪をダブルタイヤとして左右安定度を確保し、許容荷重を増加させている。また、特に横幅が広く、高積みが行われる ISO コンテナを扱う。車両には前輪トリプルタイヤのものもある。 カウンターバランス式の長所は、リーチ式より、点灯安定度と、車体強度が高い上に走行速度やフォークの上昇速度が速く、安全性と作業効率が高いことが挙げられる。また、リーチ式よりも、公用ほど拡大荷重のものを製造可能である。反面、リーチ型のフォークリフトに比べて、車体寸法が大きいので、回転半径が大きく狭い所作業性が劣る面がある。 マストが前後に移動できることを大きな特徴とするフォークリフトの種類の一つである最小回転半径が小さく倉庫内など狭いな作業場所において広く用いられている国内では最大積載荷重が0.5トンから3トンクラスが販売されているカウンターバランス式と違い基本的には立ち乗りであるが中には座って操作する製品も存在するリーチ式の長所としては 戦術のようにカウンターウェイト式より小回りが効く動力方式がバッテリー式のため騒音が小さく空気汚染が少ない点が挙げられるが短所としてはカウンターバランス式よりも点灯安定度が低くマスト剛性も低いので荷物を高く持ち上げた場合の容動が大きく低地効率が悪く点灯しやすい駆動輪が一輪かつ形が小さいので駆動力が 小さく路面が濡れていたり凹凸があると走行性能が著しく低下する。水平かつ平滑に仕上げられた床面以外での走行は困難。構造上、傾斜地や宇宙での使用は危険で屋外に役には適さない。連続稼働時間が内燃機関式より短い。大きさやレイアウトの都合上、内燃機関式への対応が難しい。バッテリーには定期的な保水が必要。 初期導入コストが高価であるなど、充電に要する電気料金は、同能力のエンジン式フォークリフトの燃料費より安く、済む場合が多いが、劣化したバッテリーの取り替え費用が高額になるので、運用状況によっては、ライフサイクルコストが、エンジン式より高くなる。なお、プラッターと呼ばれることもあるが、これは日本で最初に、リーチ式、バッテリーフォークリフトを開発した三菱ロジスネクスト。 製品の商標であるリーチ式の編集としてオーダーピッカーがある。運転席が車体上ではなくフォークと一体化した構造でフォークと共に昇降する構造になっていて運転者が手作業で高所にある荷物をパレットに積み込んだりフォーク上パレットに積載した荷物を高所で積み替えたりできるものである。操作レバーは長いものが数本並んでいるのが一般的だが 最近は運転者が手元で操作できるジョイスティックタイプも登場している。前者が制御バルブを直接操作するのに対し、後者は電気的に遠隔制御する。製造企業による操作系統の違いを以下に記す。フォークリフトの動力源はバッテリー式、ガソリンエンジン式、ディーゼルエンジン式の3つが多く使われている。近年のエコ事情により、 燃料電池式で動くフォークリフトも国内外で発売されつつある。バッテリー式の普及、編集乗用車やトラックで電気自動車がなかなか普及しないのとは対照的に小型フォークリフトでは以前からバッテリー車が普及しており、現在では3トン以下の小型フォークリフト需要の50%以上がバッテリー車である。校内作業だけに用いて、 行動走行を行わないフォークリフトでは自動車登録してナンバープレートを掲示する義務はない。事業者がフォークリフトを取得して市区町村に登録せず軽自動車税を納めない場合は固定資産税の焼却資産として課税される。小型特殊の軽自動車税の方が安い場合があるので校内だけを走るフォークリフトでもナンバーを取得することがある。小型特殊自動車を含む軽自動車税は 公共用途等の免除あるいは一部の減免規定を除き、行動走行の有無を問わずに課税対象となり、軽自動車税を納付した商標として、ナンバープレートが交付されるからである。詳細は、各市区町村の軽自動車税担当部署に問い合わせのこと。なお、大型特殊の場合は、運輸局、運輸支局などでの登録が必要。この場合、自動車重量税の対象となり、 車検が必要で固定資産税の焼却資産の対象となる。校内作業車でナンバーがなければ焼却資産で課税される。トヨタ L& オカイジェネオの操作系、大型特殊自動車と新小型特殊自動車は、大型特殊免許が小型特殊自動車は小型特殊免許、または小型特殊免許を包含する上位免許が必要である。なお、該当免許証を持っていても、 貨物を積載しての行動走行及び2役は禁止されている。詳細は特殊自動車を参照フォークリフトに関連した労働災害で毎年50人以上が命を落としている。安全衛生年間の統計データによると事故原因は挟まれ巻き込まれの38%が最も多く墜落転落激突されが続いている。マストに体が挟み込まれる。 重大事故を防ぐには、レバーの誤操作につながる危険な作業を避けることが重要であるとともに、離席時の操作を無効化するデッドマン装置も有効である。労働安全衛生規則第151条の21に基づき、1年を超えない期間ごとに特定自主検査が義務付けられている。特定自主検査は、法定の検査資格を有する自主検査者が行う必要がある。また、 一ヶ月を超えない範囲での定期自主検査及び運転前の使用前点検も義務付けられている。定期自主検査及び使用前点検を行うのは自主検査者でなくても良い。日産のフォークリフト、ありがとうございます。